どうもサノンです。今日は渋谷で高校生のカップルにインタビューしてまいりました。ラブラブ度合いが半端ないです。もうね、いろんなものを見せていただきました。こちらの動画どうぞ。それでは早速お話を伺ってみたいと思います。まずお二人の年齢とご職業を教えてください。18歳学生です。18歳学生です。二人は大学生、高校さんです。きっかけは、クラスが一緒で、でなんか席近くて喋るようになってみたいな。お姉さん、彼氏第一印象は怖い、なんだろう、なんかボスかみたいな。僕的には分かんないんですけどね、よく言われます、怖いとは。怖いんだって言われますね。思い出に残ってるデート、どこあります？ディズニーランドですかね。なんかアトラクションというよりはなんかまあ一緒に写真撮って一緒に回ったりしてたのが、並び時間とかも含めて楽しかったです。もう2人で入れれば楽しかったと。そうです、私もディズニーランドですね。お揃いのパーカーとか買って。お揃いのパーカー買ったの？今お揃いパーカー持ってる？持ってます、家なんですけど。でも写真とかない？写真とかないの？出すの？写真とか見して。いや、そういうの見たいよね、やっぱね、見たいよね。 iPhone ケース見せた、お前ら。見て、見たいよ。お揃いの iPhone ケース。なになになに、 iPhone ケースもお揃いなの？iPhone ケースもお揃いなの？ iPhone ケースお揃いです、彼ら。見てやってください、本当に。ちょ、出しなさい iPhone ケース、出しなさい。ちょ、見して iPhone ケース。わー、ほんとだ。うわ、名前も。そうです。作ったの？彼女に作ってもらって、自分はもらっただけなんですけど。彼女作ったの？なんかネットで頼めるとこがあって。なんだよ、もうラブラブじゃねえかよ。じゃあその、じゃあさっきの写真は？見して。ちょっと同じパーカーね、ぜひ。ちょっとカメラさん、じゃあちょっといいですか？ちょっと大丈夫です。ほら、これは楽しかった？楽しかったです。じゃあもうまた何、行くんだったらシーとランド、どっちがいいですか？ランドランドの良さって何ですか？なんか写真がやっぱ可愛い、いろんな写真撮るとこが多いから。シンデレラ城とかやっぱ。なるほどね。インスタ映え。今年の流行語。インスタ映え。あ、大事。はい、大事。ここから10まで、3、2、1、どうぞ。大好きです。大学に入ってからも、それ以降も、ずっとよろしくお願いします。はい、もちろんよろしくお願いします。私も大好きです。中どうぞ。結構長めだったね。そうでしたか。あ、いいと思うよ。わかりました、ありがとうございます。彼女すげえ照れてるけど、正直な感想を。かわいいです。のろけるんじゃねえよ。彼女、じゃあ誠意を見せてくれた彼氏に一言。いつもありがとうございます。どうした？ごめんなさい、なんかちょっとテンパっちゃって。以上、東京ときめきチャンネルでした。またねー。お知らせに。はい、高校生のカップルにインタビューしてもらいました。すごいですね。お揃いのパーカーでしょ、お揃いのスマホケースね。インタビューの途中にね、なんか友達とかも朝が来てくれてね、なんかいろいろ話を聞きましたけど、なんか高校生らしい、なんかピュアな感じだったよね。2人ともなんかすごいまっすぐな感じだったし、ね、彼女も可愛かったし、彼氏もなんかね、なんかこう怖いって言われる割にそんな感じしなかったけどね、僕はね。なんかすごい優男な感じでしたけど、ここから大学行ってもね、いろいろあると思いますけど、長続きしたらいいなと思います。以上、サーモンでした。動画をご覧いただいている皆様、実は私、今回の動画をもちまして東京ときめきチャンネル卒業となりました。ありがとうございます。ですね、もう1年以上、この動画に携わらせていただいて、このカップル動画を撮り続けておりましたが、本日この動画をもって卒業となります。いろいろ思い出もあります。いろんなカップル、ね、ご協力いただきました。本当に声をかけて快くインタビューを応じてくれた方々、本当にありがとうございました。また、ね、残念ながら撮ったけどお蔵入りになっちゃった方とかね、
撮ったけど NG になっちゃったので いろいろいるかもしれませんけども、その方々も含めまして本当にありがとうございました。また今視聴していただいている皆様も含めてどっかでお会いしたいと思いますので、その際は東京特撃チャンネル見てたよと一声かけていただければ嬉しいです。ということで以上サンドでした。またどっかで会いましょう。それじゃあまたね、バイバイ。動画の下の概要欄からチャンネル登録お願いします。お願いします。